巨人高橋由伸、大城はバントイップスになり始めている。マジで阿部いい加減にしろよ。バントイップス、やっぱ由伸も大城バントは批判的なんやな。バントって決めて当たり前みたいな風潮あるから選手にはプレッシャーなんだよな。バントイップスとかいうパワーワード初めて聞いたぞ。どうなっとんねんこの球団は。阿部ほんとやめろよ大城バント、初めて聞いたがかわいそう。正直調子悪くなさそうなのにバントサイン出るからなんでって感じにはなってると思う。バントやめろってコメントに放置いいねしてて、草くだらない言い訳より大城は強打者なんだから普通に打たせろって誰か言えよ。去年の大城バントの犯人確定してしまったな。由伸って監督やったら成功しそうだよな。コーチはまだ秋広のこととか長々書いてるからな。プロ野球のバント成功率 60% くらいだっけ。セリーグの投手以外だとあまり有効な作戦に思えないね。バントさせなければ良いだけでは監督には直接逆らえないからな。バントは戦術なんだし、選手は口出せん。バントイップスなら批判じゃないし、バントイップスで潰されるくらいなら小林スタメンの方が巨人ファンとして敗因じゃないだろうか。大城にバントさせるなら別に大城スタメンじゃなくてもええよな。ご視聴ありがとうございました。